こんにちはえっとこれ一応、えー、今日は何でしたっけ「ばバんバメソッド」でこの秋始めるベンチ試験最短合格プロジェクトというところで話をさせていただきたいと思うんですけどまあ「ババアメソッド」っていうほど言う話じゃないんですけど。 えとまあ、ちょっとまあ講座の案内と含めて、まあ、便利試験の勉強をどういうふうにやっていけばいいのかということをです、ね、ちょっとまあ今日1時間ぐらいお時間をいただいて話をさせていただきたいなと思っていますねまあ、Zoom の方もいらっしゃいますし、まあ、ここね、えー、ちょっとまだコロナが、ね、収まってなくていろいろ不安な時期ではありますけれども、まあ、ちょっと来ていただいているという形ですねで、まあ、多分あのいつもガイダンスで言うんですけど便利試験って多分まあ皆さん、もうどんなのかはね 分かっているというかまあ当然何が出るかとかどこが重要かっていうよりかは、まあ、どんな試験なのかっていうのは、まあ、分かっていると思うんですけれどもで、まあ、下に書いてありますようにちょっとこっちのレジュメですかね私のレジュメちょっと使いながら話をしていきますけれども、まあ、担当試験論文試験口述試験っていうのが、まあ、試験としてはあると、まあ、この3段階ですよね。担当っていうのは、えー、五子卓一 で、これで60問出るんですね。3時間半で。結構長丁場なんですけど、まあこれが例年ですと5月の第3日曜か第4日曜かな。で、今年がすごくイレギュラーで、やっぱりね、このコロナの関係で、だからね、あの、当育とか抽選でしょ、今。だまあそこまでじゃないんだけど、便利士は。あの、ただ、えっ、ー、と、まだ試験来てないんですよ、今年は。で、一応再来週かな。9月20日が担当試験で、で、最終的な試験が終わるのが1月なんですよ、今年。 でそうするとさ、一月になって発表がもう年明けで、で申し込みがあのもう二月とか三月ぐらいからこうなんですか来年の試験のこう概要が出るのでめちゃめちゃ感覚がないのね今年は。感覚がないので来年の試験が今どうなるかが全然分かってないです誰も。で特許庁に聞いても,もうまだ全然分かってない。まあまあどうせも向こうも決まってないんでしょう。うもしかしたら五月よりか遅くなるかもしれない。なので七月とかね。 でまあ、そうすると、まあ、今年9月なので来年7月その次5月ってやればこうちょっと徐々にここなんですかね間隔が調整できるっていうのが、まあ、案としてはあるみたいなんですけどただそれは確定じゃないのでだそうすると、まあ、どうするかっていうと、まあ、しょうがないから、まあ、5月に試験があると思って勉強するしかないですよね、うん、で、まあ、もしちょっと伸びたのであれば、まあ、その分余裕ができますからで、まあ、これは来年5月に試験があると思ってまず担当は進めなきゃいけないとで論文試験がこれ7月です大体 6月の末から7月でこれがまあ必須の選択という形に分かれていまして、まあ、資格試験とか持っていれば、えー、と論文試験はあの選択科目は免除になったりするんですけど、まあ、ないとそれも受けなきゃいけないとで、まあ、1ヶ月ぐらい必須と選択の間があるのかなで論文試験が6月末から7月で,で最後口述というのが、まあ、例年だと10月ぐらいですかねという流れになっているとで一応まあ来年は、まあ、一応そのスケジューリングで考えてもらった方がいいんじゃないかなと思います。 で論文試験はねどのなふうに勉強するかっていうとこれ大体1問これがね特実が2問出ます2時間ででこれ午前中にあるでお昼挟んで,で午後に衣装を1問で90分で最後に商標をやっぱ1問で90分で1問につき大体 A4 で4枚です文字数にすると千種500文字ぐらい書かなきゃいけないとちょっと大変そうだよねでやっぱね最初に勉強を始めた時っても私も一番最初に勉強を始めた時ってこんなの書けるのかよと。 ね、そんないきなり1,500字もさあの法律のことなんて書けるのかって思うんですけど、まあ、意外に書けるんです慣れればであの弁理士試験の勉強って、まあ、今やった「担当論文口述」ってあるんですけどこれ問題の解きにくさね問題の解きにくさはこれ口述が一番解きにくいですで担当が一番解きやすいんですよ順番的にはね一123当たり前ですけど担当ってさ丸バスだから分 <laughs> かんなくても答え出せるわけもしょうがないから もしかしたら皆さんもう何にも勉強しなくたって、運さえ良ければ受かる。またありますけどね。あの、バ抜がたまたま合ってると。俺すげえやった形でやれば、絶対受かっちゃうんですけど、まあそれは現実的に難しくて。だからまあ担当は解きやすいです。で、口述がね、一番解きにくいの。飛ばせないから。こ口頭指問なのよ。ね、あの、発明があります。まず弁理士としてあなたは何アドバイスしますかわかりませんって言えないの。そう考えると、口述が一番解きにくいです。 なんだけど問題の難しさで考えると実は口述が一番優しいんで,すこれでまあ論文担当ってこと実はね担当が一番難しいのねうん担当っていうのは今言った特実特許法実用新案法意償表商標法あとねそれを四法って言ってます我々でこの四法っていうのは今言ったえっ、ー、とまあ特特許実用審案意償商標かなこれは担当も論文も口述も全部聞かれるやつ 我々が弁理士として、まあ仕事として主にやっているのがこの4つの法律なので,で、まあそれがまあ一番重要だと、4法が。で、まあこれから今日のガイダンスでもこの言葉が出てきますね。4法と、あと下3法。まあ下3法というのは何かってったら、担当試験にしか出ない科目。それが条約、著作権法、不正競争防止法。この3つ。で、まずポイントとしては、この勉強をいつするかっていうのが出てきます。次に。 条約とと著作権不正規をするなぜかといったら担当試験しか出ないんですよこれ。というのが一点とあのめちゃめちゃゃ細かいです、うん、例えばこれ今これ色ないのかなあるかこう例えばこれ法文集とね皆さん勉強する時使っていくんですけどこの法文集ってこう横見るとさ各法律の色がこうついてるでしょおながついてるんですよこれが特許法なんだけどでここ分厚いんですよ。でこれが何かっていうとこれがこう書いてね特許協力条約に基づく規則っていうね まあ、いわゆる条約の中の一科目になります。だからこれが一番分厚いのよ。めちゃめちゃ。で条約がね、もう多分ね、ここぐらいから始まるのかな。パリ条約っていう、あじゃあ、ここね。これパリ条約ってのがあるんですけど、ここに。だから、条約っだけで条文があのすごくいっぱいあるのねここ。ずっとここも条約。で、こん中から、たった10問だけ出ます。ばらばらに。だめちゃめちゃ勉強がしにくいのと、あの知識が細かいこと聞かれるわけ。 でさらに厄介なのは、じゃあ今まで出てるところをちゃんとやればいいのか、もちょっと、ね、そこがポイントとして話すんですけど、今まで出てるところをやればいいのかなっていうと、結構ね、はめましての問題が多いの。毎年。だ勉強しようがないんです。うまくやらないと。だそういった意味では,実はその、ね、今日キーワードにまずなっていくのが、下三方の勉強をいつやるかっていうのがすごく大事になってきます。 でそんなのもあるんだけどじゃあこれから皆さんが勉強する上でまず何しなきゃいけないのかねっ目標っていうのを持たなきゃいけないわけよこれからじゃあ便利士目指していこうかなって多分皆さんが便利士を目指そうと思った動機っていろいろあると思うんですよねあの他の資格と唯一違うのはさ便利士ってさなんとなく目指す人ってあんまりいないんですよ。<laughs> 例えばなんかねこう雑誌見てて「あら便利士って書いてるからちょっと受けてみようかしら」とか例えば行政書士さんとかね「宅建みたいに「あちょっとスキルアップに」ってさまあ普通あんまりないのね。 そそもそも便利して何だっていう人が多いのでそうすると皆さん明確にもね来年受かろうと思ってますからこれ大事なことは今言った担当が一番大変なのでこの担当試験ですかこの担当試験でこれ39点取る担当で39点を取るこの目標っていうのをまず大前提に持っていただきたいんですで今のところ えっと、最近ですね、ここまあもう10年ぐらいかな。あ、もうもう、そんな経ってないか。えっと、その足切り制度とかちょっといろいろ入ったんですけれども、今の試験制度になってから、一応担当試験は39点取れば合格してます。これ絶対評価です、ほぼ。だその人の実力が39点あれば合格。っていうことは、まず39点を目指すっていうことが重要になってきます。で、その時に、 じゃあこれからまあもう中にはね勉強を始めている方もいらっしゃるかもしれませんけれどもすごく大事なことっていうのがあってそのためにで受かるために大事なことっていうのが次のページのところに書いてるんですけどよいしょとですね「資格試験」ですねの勉強はまあ勉強なんですけど勉強じゃなくってこれ実は仕事なんだっていうこの感覚っていうのはあの絶対に抑えていただきたいんですね。 でその勉強と仕事の一番大きな違いって何かっていうとこれ納期があるんですよ当たり前ですけど仕事ってねどんなにいい仕事でもまあねめちゃめちゃいい職人だったらねああ一刻ね例えば靴作るのに3年かかりますで、ね、いいけど普通そんな人なかなかいないからやっぱ納期があって特に我々便利士なんていうのはまあね納期が、まあ、本来あるんですけど、まあ、絶対的に納期がある仕事っていうのは例えば特許庁からダメですよって って言われます例えば出願をするとね特許出願をするとダメだよってこれ拒絶流通知っていうのが来るんですけどこれは期,間期限決まってるんですよ特許であればまあ大体特許庁から取ってから60日らこれ超えちゃったらアウトなのね、うん、まあまあ,あのアウトじゃない手続きもあるんですけど一応原則はアウトだから例えばいや70日経てばめちゃめちゃいい案が思いつきますよっつってもあんまり意味がないこれは皆さんも一緒でじゃあこれから便利試験やりますとじゃあね私の資格ね、あのー、講座でやってくださいと。 で、やれば、担当試験は、絶対に50点取れるようになると。来年の、8月には、50点になりますから、つったって意味ないのよ。担当試験5月なんだもん。そうでしょだから5月に合格点、5月に39点、39点は怖いからね。まあ、40点。5月に40点、41点取れるのと、例えばもう7月に50点取れるんだったら、全く意味ないですよ。7月に50点。だから、その時間を守るってことが、すごく重要で。で、結構ね、あの、これが、 んですかね、勉強って考えちゃうとできないの今まで学生時代の勉強ってあまりこれ意識してないんだよねやっぱりちゃんとあのなんですか、ね、努力して問題解いて考えてでね先生にちゃんと考えたのいやすごい考えましたね昨日夜,かけ夜考えて一問しっかり考えたとあ偉いね、うん、でも仕事はそうはいかないでしょいやすごく考えたんですよってね一件って <laughs> 売り上げがなくなっちゃうのでそういった意味ではそのおしまいがあるということをしっかり意識していただきたいとじゃあ今 結局じゃあ勉強していくってなった時に何を意識しなきゃいけないかっていうとこれ2つなんですね意識するもの意識するものというのは一つは時間ですこれ字汚くて申し訳ないですけど時間を意識するないんだよね学生時代に比べると今全然時間ないんですよで学生時代はねそれは楽ですよ勉強だけしていれば勝手にご飯もできてるし勉強だけしていれば勝手に洗濯も洗ってあるし まあそうじゃないね家もあるかもしれませんけどただまあ概ね学生時代というのは勉強さえしていればいろいろ免罪符になるんですけどやっぱ大人はそうはいかないね仕事あるからね、うん、誰もやってくれないしましてやさ、ね、特に家庭なんかあるとさそれは子どもの世話とかも入ってきたらねとても時間が取れないってことはその時間をどうしていくかっていうところともう一個が結果を意識する この2つなんです、ね、時間と結果を意識するということがあのすごく大事、うん、ということになります。であのこの結果を意識っていうのはよくもう私この講座の中ではよく言うんでだから勉強法をあのすごいガラッと変えてほしいんですもう弁理知識の勉強を始める要するにやっぱり皆さんが思う勉強法って学生時代の勉強法なんだよねずっと。 まあ当然人間っていうのは直前の経験であるからそれが大学受験か高校受験か中学受験か分かりませんけどずっとその直前なんですけどそうじゃなくてやっぱり資格試験の勉強だったことで考え方をしっかり変えていただきたいとそれを私はすごく意識していてやっぱりあのまあこれからね多分講座とかでやることってまあ限界があるのよ講座ってずっと皆さんと一緒に見てるわけじゃないのでね家に帰ってさ平日のねあの毎週皆さんに家に行ってやってるわけじゃないから当然自分でやらなきゃいけなくて勉強っていうのは その時にやっぱりやり方が間違えちゃってると全然違う方向に行っちゃうねだからそのやり方あの私の仕事って何かっていうと皆さんがこう進む方向をちょっとずつ調整してあげるあそっち違うよそっち違うよっていうのを調整するのが仕事だと思ってるんですよナビゲーション的だろうっていうのが自分の仕事でで結局私ってもともと便利士をもう,もう登録が平成1登録学生って平成十4年なんでもう大体 まあ平成と令和に変わっちゃったのよく分からなくなっちゃったんですけど <laughs> まあ大体1 7七8年ぐらいやってるのか今弁理士をふ普段はあの事務所であのソフトウェア系の特許とかやってるんですけどあの弁理士になる前ってあの学習塾で教えてたんですねずっとねうんで中学生の算数中,学中学受験の算数を教えててで大体まあ100人ぐらいかな教育、まあ、ク,ラスでクラスっていうかその学年としてであいろんな学年を教えてたんですけどやっぱ大事なのは何かなって考えた時ってやっぱりそのやり方なんだよね勉強って。 やり方さえ間違ってなければ、多分皆さん勉強できちゃうんですよ。だら結構そこは私は意識をしているところでそうすると何が一番重要かさ、いこの2つなんですね。うん、でじゃあこの辺をどうやって意識していくのかということになっていくんですけれども、うん、で特にですねこの「まっこ1」一書いてありますけど、まあ、括弧一1かっこ2両方かな。まあ、括弧こ1かっそ2時間と結果っていうのを意識しないとあの思ったように成果が出ないんですね。 うん、だからそこを意識していただきたい。で、ちょっとこの辺はまた後で話します。で、次にね、勉強することについての意識として、私の講座でよく言ってるのは、学習する時の心構えってね、いうところでベースで言ってるのはね、何か。うん、勉強を始めます。例えばね、やっぱり、勉強のモチベーションって、実は一番いつが高いかと言ったら、今日なんですよ。ガイダンス期た日が一番モチベーション高い。 だいいね、皆さんがだからまあもう勉強始められてる方いらっしゃるかもしれませんけど特に始めてない方は一番最初にモチベーション高い時きでガイダンス来た時なんですよ大体いいねよく言うんですけど目がキラキラしてるのねまだあ,あそうなのか受かるのかってパンフレット見てさお来年合格できるのかしらってで残念ながらやっぱり便利試験って結構受験的長い方もいますで自分私が教えてる中でもうまあ2年とかだと短い方ですねかなり短い1年2年はまあかなり短くてまあ3年4年 5年6年っていう、まあ、長くやられてる方もいて当然あのできないわけじゃないですよそういう人たちってでこれがすごくね資格試験って難しいんですけどできないんだったら簡単なのよ勉強するんだから、まあ、そうじゃなくってあの受からないんですね、うん、でその時にねじゃあ一番最初今日皆さんがモチベーション高いんですけど今後勉強していく上で一番大事なことというか何を意識してほしいかっていうとよく私言うんですけどこれどうせ忘れるんだっていうちょっと身も蓋もないこと言うんですけど どうせ忘れるっていう意識はあのすごく重要なんですね。で、この意識がないと焦っちゃうんですよ。あれ勉強したのにわかんねえぞとかわかるわけないですよ。まだまだまだ。でもしかしたらもう今日ね会談を受けている方ズームの方もいや僕はちょっとやったことがありますとうんダメですまだまだです <laughs> それは他のレベルから考えるとまだ足りなくてい,やいいんですわからなくて。 よく私は言うのは、その、これからまあやるとね、いろんなこと間違えますよ。いっぱい間違えます。うん。めちゃめちゃ間違えてください。受かるまで。うん。で、間違えていいのが、あの、受験生の特権なんですよ、これ。うん。プロ受かっちゃったら、便利士試験って、あれなんですかね、こう、何もんですよ。実習みたいなのがないんですよ。だからまあ一応あるんですけど、新人研修が。でも新人研修はまあ真面目にやれば誰でも受かるんで。ということは、まあ仮によ、今年まあ9月に試験があって、皆さんが受けられたとしますよ。 で、たまたま受かっちゃったと。<laughs> これね。で、論文も、なんかよくわかんないけど、じゃあ一、二問だけ問題見ておくかって言ったら、同じ問題が出てたまたま受かっちゃった。まあ、口実もたまたま受かっちゃった。これ一番不幸ですよね。知識がないのに、お便利視としてプロになっちゃうのだんうん。だから、やっぱその受験生自体にいろいろ間違えるってことはすごく大事で、で、結局どうせ忘れるんですよ、細かいこと。だ最初の頃から、なんですかね、がむしゃらに。 何もかんでも覚えるぞっていうことをやっていくと疲れちゃうので,で私はそれは言っていきますただじゃあ全部忘れていかせたらそうはいかないね当然勉強していくんだか,だから何が大事なのかっていうとそのためにっていうことで一つ目これね繰り返し学習するんだっていう繰り返し学習しているよっていうのが一つ大事なことでもう一個はあの優先度をつける今覚えるべきこと 今覚えるべきことを覚えるっていうこの2つのバランスがすごく重要になってきますで特に今カッコ2なんですけどでカッコ1の繰り返し学習っていうのはあのこれは簡単で何かといったらあのね勉強してきて焦っちゃうっていうのは、まあ、当然忘れちゃうと嫌だから焦るんですけどよく考えてくださいよ。これからね特許実用試合の衣装っていうのを何回もやっていきます。 だから過去問とかもね、まあ、少なくとも3回とか4回もやるんですよ。同じこと自分でね。って考えたら、最初の勉強って3分の1分かっていればいいんですよ。私が10個言ったことに対して3つ覚えていればで、2回目また3つ覚えて、3回目3つ覚えていれば、ほぼ10個覚えるから。だから最初から10個覚えようとしない。うん。もう、まあ、要するにまあまあ3個はちょっと少ないかもしれないけど、一応目標としては半分ぐらい。 分かかればいいかなとそうするとじゃあその半分とか3つを覚えるのは何を覚えるかといったらその過去2番ですね、うん、今覚えるべきことを、まあ、覚える優先する、まあ、いわゆる優先順位だねでこれが短期で受かるためにはめちゃくちゃ重要です。<laughs> 当たり前ですけどその例えば、えー、とこれから勉強していくとですねあのいろんなことをやっていきます例えば絶対に毎年出る条文というのがありますこれ意証法の3条の2っていう条文があるんですけどこれは担当試験では毎年絶対出てるんですねだからめちゃめちゃ重要でそれに対して10年間過去問をやって1回出るか出ないかの条文がありますうんでって考えたらどっちが重要かっていうのはすごくもう明らかですよね 当然、優先度が高い方をやっていけばいい。で、その時に、優先度が高いか低いかの判断っていうのが、やっぱつかないんですよ、皆さんだと。そうでしょだって分かんないじゃないみみみ全部大切に見えるもん。だそれを私の方が提示していくと。で特に、やらなくていいとこね。結構私そこは言うんだけど、あの、これを今やらなくていいとか。で、やらなくていいところっていうのは、二つあって、目安として。一つは、優先度が低い、今言ってなかなか出ない。で、もう一個は、みんなが理解できない。 あるんんでですよみななが理解できない例えばあの判例とかもちょこちょこやるんですけど判例の中でいいアクセス事件とかっていうのがあるんですけどこれねみんな分かんないですよ最初。うん、あの5年ぐらい勉強してる人でも聞来たらつ、ま、あの戸,あの戸惑っちゃうというか,、うん、だかそういった意味でのみんながだ逆を言えばみんなができること試験によく出ることこれをしっかりやればいいっていうことですね。だかからまあなんか表で書くとさ この四角の表なんかであるともう出題頻度が高い低いこういう出題頻度ねこっち。で理解する人理解する人が多い少ないって考えたら当然当たり前ですけどここを最優先でやるってこと。 理解出題頻度も高いし多くの人が分かってるこれが間違えちゃってると勉強としてはうまくないですよねでこの今書いた図ですねこの判定がこういうところに来ないと分からないら独学でもできますよ担当とかってもう過去問の時はいいんだから一応だからそれは独学でもできるんだけどでも独学だと苦労するよねといのは何かっいったらこの判断ができないんですよで あの可能じて出題頻度の判断は何とかなります過去問分析すればいいので,で例えば身近に今特許事務所お勤めだとかなんか身近にも弁便利の受験生がいるってなると聞けば大体分かりますで厄介なのはこっち理解する人が多いか少ないかっていうのはあのこれって我々しか分かんないですよで後者質問受けるからよくとかこっちも聞いてくんであこれってみんな理解できないなあ去年の受験生も理解できてないなっていうのはもう十分分かってるのね自分なんかはでそれははっきり伝えますこれはみんな分かんないよ だから勉強するタイミングとして結局ここ,こ,こ理解のある人が多いよたくさんみんなが理解できるよ一回聞いたら大体みんなが分かるよっていうことは年内に分かってなきゃ絶対ダメ。でも逆にいやこれ何回聞いても分かんないよねと多分みんな間違えるよねとよく私言いますよ。例えばねあの問題で言うと商標ってまあまあまあブランドだよね。 登録を受けるとに市町村とか区だよね例えば新宿区のマークとか東京都のマークってこれって商標登録を受けられますかって言ったらねこれ他の人受けちゃダメなんです当たり前ですけどね例えば東京都のマークを勝手に私が出したら困るでしょだから新宿区のマーク出したら駄目だということになってじゃあでもそれって市町村のマークってどこまでダメなのかって言ったらねこれ著名なものが保護されてるんです。 だからなななんよく分かんないけどなん,なんとかけどなんとか村とか <laughs> あのちょっとね具体的な名前ははばかられますから言いませんけどそこのマークだったらみんな知らなければこれれ登録を受けられちゃうんですよ、うん、で実際も同じ市のマークでも裁判なんかだとあの日南市とかなんか,かな宮崎かなんかね揉めたことがあってやっぱり日立のマークに似てるんですけどあの電気メーカーの,あの、まあ、それが著名かどうかということでその著名なものなら受けられませんよっていう。でねでそれって 条文だとね,消費、まあ、まあね今日まだ皆さん勉強してないし、うん、あれですけど、まあ、ここに書いたんですね条文で。<laughs> 持ってませんっ見にくいですけど496号,号って、うん、国もしくは、えー、地方公共団体もしくはこれらの機関公益に関する団体であって営利を目的としないものまたは公益に関する事業、まあ、例えばこれ水道局とかね、うん、であって営利を目的としないものを表示する表紙であって次ここだけねここだけずずずずっと著名なものと同一。うん または類似な商標ですから、まあ、そのマーク市町村とか県のマーク、まあ、県だと署名と言っちゃっていいかもしれないねうん市町村のマーク市区町村のマークと著名なものと一緒だったら登録受けられませんよとなるで本番の試験では何が出るかっていうとこの言葉がないのよ著名って市町村のマークは登録受けられますかってあ市町村ダメだよねって罰うん著名じゃなきゃ受けられるんだけどこれ ここの要件ってみんな間違える見落とすの。これは。相当授業しつこくのね。私も著名20回ぐらい叫ぶの、ここの時って。もう著名、著名、著名、著名って。著名だからね、著名だからって。って言うんだけど、大体いい間違います。それだけ言っても。ら明らかに分かってないけど、こっちは落とし穴が。だから落とし穴あるよっていうのは授業で言ってます。あ、ここ落とし穴だからって。落ちないで落ちないで落ちないでって、ね、な振り落ちになってるんですけど、皆さん。で、落ちるわけですよ、やっぱり。 うん、なんだけど、やっぱりそうやってそこで、ああ、やっぱり落ちたと。なんで俺著名を落としたんだと思ってほしいの。そしたら間違いないから。だからそれをできるのが、あの、私とかママジレックとかなんですよ、結局は、うん。で、これが、例えばある知り合いの弁理士さんとかに聞いても、その判断できないからね。自分ができたかどうかだから。だからそれがあるだけで、全然勉強の効率が変わってくるんです。 うん、だからまあ,あの講座の中で勉強していくというのはまずここをしっかり理解するだと思ってますここをしっかり理解することだというふうに思っていただければいいかなと思いますねで、まあ、さっきちょっと時間意識っていうのがあったんですけどとにかくね時間を作っていくってことが大事ですやっぱりで時間っていうのはまあいろいろ作り方としてはあるんですけど まあ今日はガイダンス的にはちょっとあまりちょっと細かいことは話しませんけどやり方としては一つ目は物理的な時間を増やす、まあ、簡単ですよね寝ない <laughs> でも寝ない,寝ないのは無理だよね早起きをするあとねえちなみに私は早起きできないタイプなのであのその勉強法は取ったことがないんですけど一回も、うん、よくあるんだよね本とか読んでてもさ朝早起きと。 朝朝もう5時から勉強しましまと人間のの脳は朝の活動が一番です私は絶対違うので、うん、あのい,い,いつも起きてからあの仕事行くまで15分ぐらいしかないので大体もう無理だと思ってますけどでもう一個は過去にじゃあ物理的に増やせないまあ、ただあの仕事早く帰るとかね朝できるかもしれない、うん、あとは、えーとね、同じ時間内で学習量を増やすっていうのがありますね。 同じ時間内で学習量要する密度を増やしていくって形ですね、うん、同じ時間なんだけど学習量を増やすでまあ括弧3番また一緒ですねこれ優先度。 優先順位をつける。で結局物理的な時間も人によって決まってくるわけですよ。で物理的な時間っていうのは下のちょっと空欄のところにあるんですけど一応私は目処は1週一当然20時間いかないからダメだってわけじゃないんですけど、まあ、20時間いってるとまあ講義がね、まあ、例えば土曜日なんかだと2コマありますから、まあ、そこでも六6時間ぐらい行きますから。 うんでまあ、20時間って1週間で多そうに聞こえるかもしれませんけど例えば1日平日2時間やったと通勤時間含めてねそこでも入れるんですよ通勤それから会社の昼休みそういうのとこ使っていくしかないですよ家帰ったらなかなか勉強できないってなるとねでも平日たった2時間だ通勤30分例えば片道30分あれば30分30分でもそこで1時間だから、うん、あとは家帰って1時間か。 もしくは、会社の昼休みに30分だけあれば、もう家出てから帰ってくるまで1.5時間やってると。で、そうすると、まあ家帰って30分やっても一日2時間ですよ。で、平日いつ日ありますから、もうそれで10時間はいっちゃうのね。で、講座出ていただければ、講座でもう6時間ですから16時間。あと4時間だけやりゃいいの。だそう考えるとしばらくは、まあ土日のうち、まあちょっと土曜はちょっとあの日曜か。日曜は気分転換してもいいなとかっていう勉強は全然できますね。 うんでまあ、この20時間っていうのだから物理的な時間を増やしていくっいうのもあるんですけどもう一個はやっぱり同じ時間内で学習を増やしていくとこれどういうこと言ってるのかっていうとさ例えばさっきの考える勉強って言ったんですけど学生の頃の頃勉強法っってししかり考えましょう例えば数学とかもやっても英語をやってもずっと問題を読んで考えていろいろやってみてで試行錯誤の上にできた間違えてた1時間考えたけど1個解いたけどダメだったと終わるんですよ。 実はこれ、弁理士の試験をそれやっちゃうとアウトで、一生懸命分かんない。まあ、最初の頃分かんないよね。今言った45、6号とかさ、まあ、ちょらっと画面映しましたけど、やっぱ法律って難しいじゃない、言葉が。ね。ただしら難しいんですよ。いいでしょ、この法律なんか最初の頃読まなくたって。うん。全然大丈夫ですよ。だって皆さん、免許取るときに道路交通法読まなかったでしょ。う <laughs> いないよね、その人ね。教師所行ってさ、いきなり6本買ってきてさ、あれ、免許書取るから道路交通法読まなきゃみたいなさ、<laughs> いないでしょ。う <laughs> ん、ね。ねだから、いらないんですよ、別にそこは。最初は。 まあ最後は読まないからさすがに便利士になると。ただ、その時にさ、その、一生懸命勉強しました。一時間かけて、担当試験を一問解いた。これ、5泳であります。わかんないから、一生懸命考えた。ね、考えて考えて答え出した。ね、解説読んで、解説読もうと思ったけど、やっぱり最初にね、テキスト戻らなきゃいけない。テキスト戻って。やって、1時間で一問解いた。って言ったら、この人って、まあ、5問解いたことになるんですけど、一問5泳だからね。あの、知識5問分しか入んないですよ。 もう一人の人は、俺最初の頃だから分かんないからいいやと。ちょっと考えて分かんなかったら答え見て。ああ、そういうことね。で、この人は1時間で、例えば10個解いた。それから50円でやってるわけ。全然インプット量違うでしょ。うん。片や1問片や10問だと。うん。だそれでいいんですよ、最初の頃。だからなんか子どもの頃とかって、こうね回答すぐ答え見るなとか考えなさいって言われてたから、その勉強を継続してしまうと、大人になるとアウトです。時間が足りない。 だからそういった意味では、もうどん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 その同じ時間内で学習量を増やしていくってより多くの問題を素早くこなすいうことが重要です。で、過去3番は優先度ですね。やっぱり同じ。で、なんで優先度つ,あのつけると学習時間が増えるかってったら、結局、やらなくていいことをやらなくていいんですよ、これ。だ勉強量を、絶対的な勉強量を減らす。そういうことですね。で私自身の講座っていうのはあの、皆さんに満点取ってもらおうと思ってやってないので。で、必要ないところはやらないですよ。 うん、で自分の考えとしてはやっぱり2つあってやっぱ話さなきゃいけないことが2個なんです1個はやっぱ試験に出ることあともう1個は実務的に使うこと言ってます結構試験に出ないけどね、うん、だから明確にでっ、まあ、やっぱり自分自身がさっき言ったようにその弁理士になる前ってあの学習塾で教えててやっぱり分かんなかったんですよ特許要害がだその時に、まあ、いろんな先生出てるとやっぱその実務を話して下さってる先生もいてでやっぱりこうイメージが湧くんだよねあ,あそういうことやるのかみたいな。 うん、だそういった意味ではやっぱりちょっと皆さんに、ねうんまあ、自分自身もいろいろやってるので話をした方がいいのかな、まあ、最近ちょっとコロナだからね例えば面接審査とかあんまり行かないですけどでも東京町に面接行ったりするわけですよ我々弁理して、うん、で、まあ、例えば叫んだりいろいろとさ戦ったりするのね審査官とまあいろんな審査官いるわけよ、うん、なんか3時間ぐらいかけてあの話聞いてくれたのにダメだって言ってくる審査官とかなんかその場ではすごい冷たくてね もういいんじゃないですかって言ったんだけど、特許にしてくれる審査官とかさ、結構いろいろいたりするのね。だ、そういうのがやっぱりこう話としてあると、まあいいかなと。思ってますんで、だからそこは実務ではこうしますよとか。うん、あとまあね、面白い話で言うと、論文試験で各項目が一個あるんです。これ何かっていうと、他人の特許を侵害してますと。この時、どうすればいいですかね、例えば自分が物を作ろうとしてました。他人の特許権があります。どうしましょう。で、この中で論文で書く項目の一つに、譲渡法規交渉。 その特許権を譲渡してもらう。もしくは放棄してくれてお願いします。絶対書きます。点数つきます。実務、ありえません。これ、そうでしょこんな便利子誰やりでしょだってトヨタのね、あの、例えばホンダが装置を作ってたと。で、装置作ってきてみたら、トヨタの特許でぶつかっちゃうと。ああ、すいません、トヨタさんお叱り店で放棄してくださいって言うわけないじゃない <laughs> これ、ライバル会社に。ね、権利がぶつかって絶対ライバル会社なので、だ実務上はありえないんですよ、これ。うん、放棄交渉っていうのは。 ただ商標とかだとったりしたりとかそれ面白いんですけど商標はね結構法規交渉とか譲渡交渉ってやるんですけど特許の世界はまずないですねそういったところはやっぱりあの試験と実はずれも若干あるのでそんな感じでいろいろとねそこは話してますけどまあとにかく大事なことはやっぱりその優先順位ね試験に出るだこれが一番最初に言ったように担当試験で39点を取るんだそれ以外のことは今は重要じゃないっていう認識をしっかり持っていただきたいんです。 で最初の頃は面白いです多分、うん、勉強を始めてしばらくは面白い知的の好奇心が満たされるというか新しいことを勉強するからあ,あそうなんだえー、そうなんだえー、商標ってそうやって考えるんだってことで面白いんですけど、まあ、年明けぐらいになると今度は知識をメンテナンスしていかなきゃいけないんですよそうすると結構つらいですねやっぱ今まで忘れてた地元向き合わなきゃいけないから,だからそういっ点意味では、まあ、最後の方はだんだんつらくはなってきます勉強ってのはでもそれでもやっぱり楽しくやっていかないと勉強続かないので 私自身なんか結構そこやっぱ楽しく勉強していくっていうのが重要だなと思ってますねはいなのでまあ話をちょっと聞いて頂い,いてわかると思うんですけど私自身がやっぱり一番その短期で受かるために重要だと思っているのは優先度ですこれは優先順位どれを勉強してどれを勉強しないか特にこのしないねいうところをしっかり明確に意識をしていくということが重要だと思っていますなので、まあ、次の,その短期間で合格するためにと いうところで、これ徹底してですね、あの本試験から逆算してます、私はもうイメージは。だから、今やる勉強はこうですよじゃなくて。本試験から逆算して、必要なことだけやっていきましょうっていう。そういうイメージですね。で。例えば、さっき言った、あの論文試験。 っていうのが、あの、なんかこうね、問題があって、まあ、答えをこう、まあ当、ま、たり前ですけど、答えを書くんですけど、A4 で4枚書くとさ、いろんなこと書けるわけ。で、いろんなこと書けるから、すごく難しいと思うんだけど、実はね、論文試験ってそんだけ書くんですけど、正解って一通りなんです、これ。うん。あのね、やりがってることは1個しかないの。で、これよく私言うんだけど、例えば、こっからさ、東京駅に行くってどうやって行きますかって言ったら、まあ、通常中央線だよね。新宿から東京って。だからこれ、1通りしかないんですよ。 まあまあ山手線で行ってもいいですよ。好きだったら。<laughs> あの、ぐるっと回って、池袋とかどうしてもあってもいいですけど。まあそれも正解でしょう。総武線で行く。まあまあいいでしょう。丸の内線で行く。まあまあいいでしょう。とね、だけど、例えばさ、そうだな。一旦埼京線で赤羽まで行って、赤羽から京浜東区で東京駅行くってさ、行けるんだけど、そうやって行く人いないでしょ。論文がそうやって一緒なんですよ。論文って書けそうなんだけど、やっぱりその言われたこと以外書いちゃうと外れなんです、これ。それをしっかり読み取るってことがすごく大事。 うん、でだからそこはもうテクニックなんですね実は。うん、なので、まあ、結局あの結果としてはその本試験から逆算も同じなんですけど、うん、本,試本試から逆算するっていうことがすごく大事で,でそうするとあのゴールが明確になるんですねそこに行けばいいんだっていう。 でそうするとゴールが明確になるので一番大事なことなんですけど試験に出ないことはやらないこの割り切りができるかどうかで短期に合格するかどうかの線引きになってくるで結構ねこれが皆さん苦手なんですよ。やっぱ便利試験受験する人って優秀だからね皆さん、うんで。私はまあ いろんな,、まあ、いろんな例えば受験機関とか講師とか、まあ、レデックでもいますけど私のなんですかねまあ他の先生と違うところは自分自身が割とポンコツだっていうのが自覚をしていて、まあ、ポンコツですね結構ねあまり勉強も好きじゃなくて、うん、あの勉強好きじゃないですよで勉強好きじゃないからいかにサボるかっていうのをずっと考えていて学生時代から、うん、あんまりやらないですよね真面目に。 うん、だから自分が真面目にやらないんで、皆さんに真面目にねやってくださいっていうのもちょっとねそれは言いにくいので、っていうことは何かっ,て言ったらやっぱね仕切り出ないことはやらないっていうのはまあするこ非常に重要なんです、ね。でそれをじゃどうやって講座の中にじゃ反映させていくかっていうところでえっ、ー、とね二つ大きな教材を使ってますね。で上に書いてあるそのタまあコレモンっていうというよう,うに私がよく読んでるんですけど、その担当コレモンとロングンコレモンっていうのをやってます。 で結局私の中で弁理士試験の勉強というか資格試験の勉強で絶対的に重要な勉強は過去問ですいろんな講座があります例えばレックでも、まあ、入門講座でも、まあ、私みたいに秋から始まる講座もあれば春からやってる講座もあるしあと私は通信で入門講座もやってます、まあ、レック以外にもあるでしょうでいろんな受験生います受験期間こういうとこ来ない人もいるでもね共通してする勉強と何かっていうと過去問なんですよこれ 過去問をしっかりやることが合格に一番近づくんです。かといって過去問をいきなりボンと渡してやってくださいと言ってもできないですこれは当たり前ですけどうんわけあかん。っていうことになるのでじゃあどうやってやろうかって言った時に担当のこれ問と論文のこれ問と使ってるじゃあこれ問って何なんだっていうことで単純にこれ過去問なんですけど、えっと、後ろにサンプルが載っていて例えばその13ページのまず担当のこれ問ですね付録。 でこれをあの割と講座の中ではあの、まあ、使っていてですね、まあまあ、講座の中で使うというよりかは家で勉強するときに使ってもらおう方が多いかな。うん、これ何かって言たね条文ごとに例えばこれ特許132条なんですけど条文ごとに過去問の今まで出た枝新しい制度になったからなので平成14年からを全部ばらしてのっけてるってやつですねだか,かなり多いんですよ14年からなんで20年分ぐらいのってるんですけど本来過去問書って10年分ぐらいしかないので。 でこれは解いてほしいっていう意図ではなくって、まあ、当然解いてほしいっていうのもあるんですけどあの結局同じ条文この問題バラバラしてたぶたら27年の22とか24年22年21年ってバラバラなんですけど同じ条文の過去問を固めることで何が聞かれてるかっていうのが分かるんです。 で2回以上聞かれているポイントでポイントのことをよく論点ってあの我々言うんですけどその論点をよく出る論点この「これンでまとめてるんですねある場合は「これンって書いてあるのは2回以上聞かれてるってことですちなみにこれン2もそうなんですけど権利者全員に対して だから特許権者が2人3人いる場合は2人3人全員に対してその審判手続きをしてください裁判に近いんですけど、うん、あとは、えー、特許にならなかったやつときももし出願人が何人もいるんだったら全員でやってくださいねっていうこれがポイントとして出てるんですね。ってなると例えばこれ過去問見ていただくと24年って2つ目ねほら共有者全員でやってくださいとかっていうのを聞かれてるよね。うん それか例えば21年なんかもそうだねこれ単独ではできませんとか、まあ、18年もう同じね下から2つ目全員でっていう同じポイントが実は何回も出てるんです。で結局それっていうのは132条の条文例えば、えー、と第2項ですかね共有にかかる特許権について特許権者に対して審判を請求するときは共有者を全員を非請求にしてくださいとか3項。 特許権または特許を受ける権利の共有者がその共有にかかる権利について審判を請求するときは共有者の全員がここが試験に出てるわけですねあここなんだ,だ条文がよくわかんないんだけど試験に出てるポイントはここなんですここが試験に出てるよっていうポイントをチェックするのを落とし込みってう形でやってますで問題文見て 条文のどこかから試験が出ててますいいうのをチェックしてくださいねこれ落とし込みで作業やってるんですけどまずこれをしっかりやっていただきますしばらくの間めちゃめちゃ時間かかるんだけどこれをしっかりやってればあのかなり担当の点数はよく取れますで実際私今まで教えてる入門講座の人でもこの作業をしっかりやってる人って担当40点後半とか50点いくんですよ、うん、だからもうそれをまず、えー、ともう9月からもう9月ですから。 年内はこの作業をしっかりやっていただくと、でもやることはもう明確です、口座に出ていただいて、で今だと、口座自体は10月からなんですけど、あの幸い、なんか、なんですかね、こう新しく、9月ぐらいに来ていただくのが、本当に一番よくって、そのウェブフォローで、今、私がやったそのスマート向けの口座が見れるんですよ、しばらくの間、入門分だけ、でこれが60分単位でやってる口座で、移動中とかに見るのがちょうどいいのね、家とかで、だかそのために60分で切ってるんですけど、だからこっち来ると3時間なのよ、口座が。 だから、3時間やっぱ家帰ってさ、仕事から帰って見るっていうのは結構きつくて。なかなか。だかどうしても土日とかになっちゃうんですけど、そのスマートって60分でやってるんで。でまずは、それで、その4本の土台を講座が始まる前に作っちゃえば、かなり強いです。もう。で、それをまずしっかり、その時に、このコネモンっていうのを使って、条文とか囲文がどうなってるんだで、分かんなくていいんですよ、飛ばしてもどんどん。からさっき言ったやつ。いいんですよ、飛ばして分かんないところ。分かってるところはしっかり書いていただくと。 でそうすることによって論点ですね聞かれてることがはっきりするしもう一個例えば次のページね139条これ見てよ2回しか出てないこれねすごい細かい条文なのうんなのでこれこの条文やるときって私言うのはあの「やるか捨てるかお任せします」って言ってますね捨ててもいいよっていう言葉めちゃくちゃこれ細かいんで,で今まで2個でしょ、まあ、衣装とかでもこれ出たことあるの衣装 商標か商標で行かれたことがあるのでまあ3本ぐらい出てるんですけど3枝ぐらい,でもそ,ういうそうは言っても3枝ですよ1年間で特許だけで20本ありますから200枝出ますうんそうだよね5五、ね、あじゃない百0 0枝だとか失礼しました20本だから1個5枝だから100枝だ1年で1年で100枝2年で,あじゃあ1年で100枝10年で1,000枝ってことはこのこれもんって、まあ、大体、まあ、2,000枝近くのってるんですけど そこでたったっ個よ、ね、やるかやらないかまあいいかなっていう人いますさらにさ見て140条ないのよ過去もやんなくていいじゃん免許そこの強弱がつけられるだから無駄に過去も無駄とは言わないですけどただやっぱり本質で出てる方を優先してそんな出てないんだったら後回しにすればいいんじゃないのって判断もつけてほしい私なんかもよく勢いで言っちゃうけどねこの条文重要だよ、うん、これ押さえてなきゃダメですよ でも、過去問みたいなのなかったら、実はそれ重要じゃないの、ね、よ。試験的にはね。そこの判断をしっかりできるというのが、まず担当のコレモンです。で、もう一個、論文。もうなんですけど、まあ、これ右側が論文コレモンってやつなんですけど、論文ってどうやって勉強すればいいのかさあさっき言ったように過去問です。で、過去問なんですけれども、論文ってね、やり方としては簡単で、問題文い読むのね、いっぱい書いてあるから、こちらっと。 で問題文を読むとさっき言ったようにさ例えば東京駅まで行ってくださいって言うと人によって行き方がバラバラになる場合があるわけよ。で、ね、山手線使う人もいればさ埼京線使う人もいるさもしかしたら中央線で逆行っちゃってねで武蔵野線でぐるっと回ってさ京葉線まで行ってで東京行きますとかっていうね電車前の人が出てくる可能性がいるわけだからどうするかっていうとじゃカタカタとお茶の水を通ってくださいってうわけこれでそうすると限られるじゃんねもうねお茶の水って言ったらもうね総武線か中央線でしか行けないね東京駅まで。 うん。丸の内線は新大茶の水だから、微妙に違うからね。だからそうすると、そのチェックポイントを押せば、押さえれば、みんなそこに向かって通るわけよ。あとは、ま、総武線かね、うん、あの、中央線かの違いはあるけど。だから、論文も一緒で、これ実はね、チェックポイントがいっぱい書いてあります。受験者は気がつかないんだけど。うん。例えば、こうが出願時にすでに発明してました、あ、これ選手要件だとか。 問題文を読むとそのチェックポイントが分かって。だから、この言葉を言っているから、例えばこれって分割のことを書かなきゃいけないんだとか。で、そのチェックポイントを気がついて、何を書くべきかって項目を上げることを、答案構成って言ってます。で、こう問題を読んで、ね、論文の問題がだーっとあります。長いよ。で、これで、あこの項目を書かなきゃ。この項目を書かなきゃ。 この項目を書かないとっこう気がつくわけよ問題文を読んで。でこれを「答案構成」って言ってるんですけどで書くべき内容要するにパーツが決まったらあとはそのブロックを書いてあげればいいだけです。組み立ててく。プレハブみたいなの。 のの問題文の言葉この言葉から1って項目が上がったからよしこれ書こうこれが2が上がったからこれ書こう3これが上がったらこれ書こうって形でそれぞれのテーマの部品道具これを思いついてあげてあとはそれをバチンと組み合わせれば論文の答案になります。でその時に答案構成で何をあげますかこの問題文からどんな道具を使おうかって決めるのはこれは過去問で練習していきます。 ただ、使う道具は分かっても、道具の使い方は分かんないゃ困っちゃうね。うん、やっぱり。ああ、ね、ねあ、この道具を使うんだと言ったとしても、じゃあその道具をどう使っていいか分からないと。うん、いうときに、その道具、この1個ね。この一個のパーツ、各項目がこれになります。論文、これも。これは定型文ってやつです。だから論文の過去問を、私がね、過去問のとこに長いから、 これを勉強してくださいっても使えないんですよ。そのままだと。だから論文の過去問で使っている人ってかなり少ないんですけど。使い方がわかんないから。うん。だどうしたかっていうと、私で、ね、まず論文の過去問を全部ばらしてます。こういう部品に。ただ、これちぐはぐだよね。この問題のこう部品になってるから。だらこれをちょっと汎用的にしたのが上の定形文です。これがね、だからまあ、後ろにも置いてありますけど、だいたい特許が70個か80個ぐらい。衣装商標が4五50個ずつぐらいかな。全部部品があります。 この部品を覚えていれば、あとは、あ、これ使うぞ。例えばこれ査定語分割なんですけど、査定語分割使うぞっ言ったら、もうこのパターンなんです。だから、年内に関しては、この論文コレモンの内容をまあ理解したり、覚えていくってことが重要になってきます。そうすると論文の勉強になります、それで、これがね、すぐは覚えられないの、やっぱり。当然。でね、この答案を何を出すかは、結構ね、集中してやればできるようになります。担当試験後に。 ただ分かったと。あ、この項目書くぞって分かっても、例えばこの部品が分かってないと書けないので、これは早めに始めてもらった方がいいね。だから皆さん講座を始めたら、もうその担当コネモンを使った落とし込みと、この論文コネモンの部品を覚える。まあもうちょっとこれ後でいいよ。後でいいです。後でいいんですけど、でこの組み合わせでやっていけば、あの自然と来年の5月、6月には合格レベルまでいける。 でまずあのこの講座だと年内がそれなんですよ年内が年内が、まあ、いわゆる、まあ、基,礎あの基礎力セットアップ講座つてるんですけど年内でこのベースを作っていきますで私自身が皆さんに押さえていただきたい皆さんに勉強していただきたいと思っているのはやっぱり弁理士としてどう考えるかね あの、時々に、ね、これ勘違い、あの、する人がいるんですけど、あの、論文、条文を、まあ、これ条文なんですけど、覚えなきゃいけないのか。と思う人がいるわけね。やっぱり、条文でこれ覚えるんですかって覚えなくていいです、別に。まあ簡単ですよ。けどね、あの、まあ、特許、ま、法務省とかね、これ、ま、もうまだ持ってないと思いますけど、特許法ってね、検索すればネットで出てきます。で、特許庁のホームページ行けば、便利試験の過去問もあります。うん。それ解いてみてください。条文見ながらでいいですか 十分見ながらで答えが出せるんだったら十分覚えれば答え出ます。当たり前ですよね。十分覚えてれば答え出てくる。ださっき下三法で言った条約とかっていうのは実は十分見ながらだと答え出せるんですよ。だ十分覚えれば答え出るんだけど、だめちゃくちゃ多いから無理。だ特許法ってあの十分見ながらできますかって言ったら十分見ながらでも答え出せないんですよ。っていうことは十分覚えてるからあの答えられるわけじゃない。うん。だから弁理士としてどう判断するかっていうのを理解していかなきゃいけないっていうことになります。だからまずそれを年内。 私の講座って今ちょっとコロナだからねあんまりいろいろ聞けないんですけどこういうのってこれまずまずなんでこういうことするのとかよく聞きますねあとは一言で言ったら何うん例えばさっきのね市町村のマークは登録できませんよああそうなのってんで登録できないので実はあれって登録誰もができないかと言ったらその市町村自体は登録できるんですよ例えば新宿区が新宿区のマークは登録できるの。 なぜですか、まあ、本人だからあそうってもう一個面白いのはアメリカの国旗ただね外国の国旗国旗も登録できないです条文違うんですけど4十個1号ってで外国アメリカの国旗って登録できないんですけどじゃあアメリカが出願したら登録できますかさあそれもできないアメリカ自身も登録できないアメリカの国旗って何が違うのそうそのことを意識してほしいのね。 結局ただ単純文にあアメリカは国旗については登録できません市町村市区町村のマークについては著名なものは登録できませんただし本人であれば登録できますって、まあ、これ十なだと4条2項とかなんですけど登録できますっていうそんなのはいいんですよ条文がどうなってるかそんなのずっとあとでいいのなんで登録できないのかどうしてこの人は登録できるのかそもそもその規定って何であるのっていうのをやっぱりしっかり考えてほしいでそれがあの私の入門講座のやり方ですね な、うん、なんでそううっっててるのっていうだ単純に自分はこうだからですよってんじゃなくてで分かんなければそれをどんどん聞いてほしいと思ってますねやっぱり、うん、結構自分とかツイッターとかでも聞いてね楽して話をしたりとか、まあ、メールもらったりもするんですけどで結構れば質問していただけるとこっちもありがたいんですよ質問って、うん、なかなか皆さん質問されてやっぱりしにくいとは思うんですけど、うん、でもやっぱり質問されると私もやっぱりそれであ受講生ってそこ疑問に思うんだって思うんで。 理想としては本来もう私が今講座をやったら質問がないっていうのが理想なんですけど別に進ないってことじゃなくてねぜからさからたり今までいろんな人に質問されてるからで誰かに質問されたことって先に説明しちゃうんでもうあここって分かんない人いたから言ってだけた方がいいなっていうだからその分どんどんこう潰れてくるわけですよいろんな人の疑問がでやっぱまだ残ってるからうんだからそこどんどん聞いていただければあそこってそういう理解しちゃうのかなとかあなるほどそこ分かりにくいんだなっていうのがあのこっちもありがたく分かりますからそこどんどん聞いてもらうといいですようん だからそのまあ論文のこれもんっていうのとまあえ担当の各こ,これもんっていうまあそれを使って両輪で年代をやっていただくと。でそうすると年明けになってくるとまあ今度は違う講座になってえと4本を平行でやっていきましょうっていうこと担当会を習得講座っていうのに変わるんですけど一通りね知識を覚えちゃったらこっちかまあ9ページのところですけど。 これもちょっと変わった講座なんですけど一通り知識を覚えたら今度は何が必要か知識の整理です年内は頭の中にどんどん知識投げ込みますはいはいはいって頭の中がだんだんごちゃごちゃになってくるってなった時に今度は整理しようと言った時にどうするかっていうとねもう4歩を並行して見ていっちゃいます似てるから最初の頃は明確にやっていただきたいんですけどもう4歩似てるから出願ならはい特許はこうだよねと遺書の書類だったらこうですよね書記だったらこうだよねっていう例えば願書って書類を出します 特許はね、願書あんま意味ないです。これは。あの、あってもなくてもいいぐらい本当に。うん。権利には何の影響もない。で、衣装はちょっと影響してきます。衣装ってこう、形だからね。うん。ある、なんか形に対して、例えばこれ、ボールペンですよ。で、これを、女ってさ、まあ、シャーペンもついてますから、シャープペンシルかボールペンかがわからないので、それを特定しなきゃいけないんです。シャープペンシルかボールペン。それは願書に書きます。図面と。図面と願書がいる。でそれが衣装。商標は、願書に全部商標も書いちゃいます。 こで商標はねちょっと特殊なのね世界が他の法律と比べるとでこれはね商標はがっつりやりますけどで商標はやっぱり特殊でよくねあの世の中でニュースとか見てると間違えちゃうんだよねみんな、ね、あの最近は最近は揉めてないですかね PPPH ぐらいですかね一番最近で揉めてたのは、うん、ちょっとまあ最近はあんなくて、まあ、有名なアイロンが出ると揉めるんですけど別に他人が出すのがいいんですよ商標って。 うん、それは別に賞の世界はよくって、うん、ただ最近はそういうことをやるとやっぱりいろいろね炎上とかしますから,だからそういったとこがじゃあんでダメなのかとかなんでいいのかというのはしっかり理解していただきたいだそういったところを、まあ、年内では話してるんですけど年明けになったら今言ったように特実いいっていうのを横断的に見ていくという知識の引き出しをいろいろ作ってほしいんです私としては、うん、なのであの言ってること私しゃべることって基本的にはさっ言ってたよに、ね、試験に出ることしか言わないので な、うんとか先生の学説はこうですとかってあまり話はしないです、ね、それは試験出ないから,から試験出るところだけをしっかりやるんですけどその時に単純に特許法です遺書法ですじゃなくてそ,のそれぞれ比較してあげるあ特許だとこうで遺書だとこうだよねみたいなそれによって条文の核を作っていただくっていうのが1個ともう1個は流れ条文、うん、我々便利しって上流から下流までいくんですよ発明ができて ですね、発明が出しできて出願書類を作成して出願します特許庁に審査してもらいますダメだと言われたらダメと言われますとでそれに対してまあこ中間手続きって言うんですけど中間手続きで対応しますとで無事に特許になりました相手に対して権利行使しましょうと権利行使しようと思ったらお前の特許なんか価値ないよと言って無効にされちゃったみたいなずっとこう流れがあるんですけどその流れの上で今どこにいるかをしっかり意識していただきたい。 うん、だそれをやるのが今度は担当解放習得講座という年明けの講座になります。でそうすると年明けになってくると結局まあずっと論文を今やってます先、ね、さっき言った論文コレモンとか過去モンを使って4本に関して担当と論文をずっとやっていきます。で担当と論文をずっとやっていくんですけど、まあ、12ページのところかな下3本の学習についてってあるんですけどこれイメージは簡単で。 どうやってやっていく勉強ね下三歩さっき言ったようにその条約とかが難しいですどういう勉強をしていくかというとえっと担当の勉強ね担当コネもんとか使って担当の四法と論文の四法って勉強をしてますでずっとこの勉強をしているんですけど。 である程度これが2月ぐらいとかになってきたら下三の勉強を始めますその時のイメージがこんなイメージです。要するに論文の、えー、と勉強のやっていた文を下三歩の勉強時間に置き換えていくっていうイメージ。 今までが担当15時間やってます論文が5時間やってましたという人はその5時間分の論文の勉強が下3本に置き換わっていくとでとにかく重要なのは4本ですなので下3本の勉強は全然後で構わないですでさらにこれ時間を短縮するために今年はうまいことやっていて下3本を通学じゃなくてこれ通信でやっちゃうと な、これもいりゃいいので、ウェブで。で、移動中に繰り返し見てもらった方がいいんですよ。下散歩って。結果的には。なので、通学は4歩おちでやりましょう。うん。で、あのー、この論文のメニューを切られて、下散歩は年上ぐらいから配信が開始されますから、あの、そこはこう並行してやってください。で、家で論文やってたのを置き換えて、下散歩やるぞみたいな形でやっていただければ、あの、そこで1週間4歩と下散歩が同時にできるようになってくるので。で、あんまり早くやっちゃうと忘れちゃうんですよ。下散歩。 なので、まあ、一応最初に入門講座みたいな感じの基礎、まあ、力セットアップで下散歩を軽くやります一応こんな方針で勉強してねっていうでそれに基づいて、えー、あとは来年の3月ぐらいとか2月とか3月ぐらいから下散歩をやっていくとでそんなに遅くから始めて大丈夫なのってね不安に思うしてるわけねやっぱりああそんなにギリギリになっちゃって大丈夫かなって言うんですけどこれ遅く始めて失敗したっていう人は今まであんまりあんまりってかあんまり聞いたことないですね 失敗すするパターンは結局4歩なんですだから担当と4本は完璧だったと下3本の勉強が始まるのが遅くて下3本だけができなくて受かりませんでした人はあまりいないんです、うん、だから私はまだあまり聞いたことあんまりっいうか私は聞いたことがない、うん、で絶対的に下3本それで間に合わなかった人いるんですけど4本も間に合ってないんですよその人って。だから全体的にできなくなっちゃうっていう。 だから下3歩をやった時に4歩がぶれちゃうとしょうがないのでとにかく年内に関しては4歩をしっかりやる。でやればあので実際論文は勉強時間さっき言ったように取れるのであれば並行してやってもらっても構わないですこれは。で今ね、えーとまあ、論文のこのあと論文のゼミがあるんですけど今日来てるかどうかわかんないですけど先週までは、えー、と担当を受けてる人が3人か4人いたかな。去、う、年、んま、の,の秋の講座で。でまあ、秋の講座って、まあ すなんですけど勉強経験者の方もいたんですけど例えばあの去年の本当に秋から始めて、うん、あの今やっている方はま,あまだ2章と担当終わってませんからどうか分かりませんけど、まあ、かなりできる人でで論文もずっとギリギリまでやってました、まあそれがあの数人いらっしゃったか,な、うん、だからずっと秋からやってで多分今それなんです今までの論文の受験生と混ざってやってるんですけど遜色ない答案書いてますね。まあ、やっぱ聞いてると論文のこれもんと籠もしっかり回してもらってたらしいのでだパーツパーツはもう書けるようになってるんですよ。 あとはただまだその答案構成が慣れてないので、まあ、そこはちょっとこれから調整は必要かなと思ってますけど、まあ、かなりいい感じでは進んでますねはいだそういった意味ではまあ皆さんに意識していただきたいのはまず年内ですで最終的に合格点39点取るってことであれば年内ということになりますので,で今日まあせっかくねこれ来ていただいてますしズームとかで見ていただいてますからもうさすがに秋なので悩んでる暇はないと思ってます来年試験受かるとで担当試験は受かります絶対しっかりやっていけば で、論文試験はごめんなさい。えっ、ー、とね、正直に言えば、可能性は私は半分だと思ってます。勝負にならないことはない。だけど、確実に受かりますかって言われちゃうと、多分、うんと、それは相当頑張んなきゃダメ。で、ちなみに1年目の人が、担当論文とかを一気に最終合格を果たそうと思ったら、相当苦労はします。日今まで一発合格の方って、まあ、何も話したり、自分の受講生でも聞いても、どっかで、あの、やばくなってます。忙しくなりすぎて。 あのもうダメだと <laughs> 追い詰められてるっていうでそこまでいけるんであればあの一発で受かるんですけどただ来年担当試験受かっちゃえば翌年が論文だけになるので計画的には2年ですっと受かる可能性は高くなると、うん、だからそのまあ来年はまず担当絶対出資しますともうそのためにはもう早めに勉強始めてくださいどんどん進んでくださいだこれも使ってその4本に書き込みっていうのをしていただければあのど,んど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 んそこは知識はあの固まってきますので,で講座とか聞いててもそれが復習になってくるので まあかなりやりやすいですね。でそれでまず年内に関して4法が6割固まればまず単独試験に関してはほぼ大丈夫。で論文に関してもさっき言ったように50%以上には持っていけるので、うん、そこは。だから当然諦めない。であの試験の勉強をしていただければと思ってますと。はいうこ、まあ、とでまた分かんないことがあれば個別にあの話を伺いたいと思いますので一応まあ共通の時間はここまでということにしたいと思います。はい、ということでは時間ですので終わりにしたいと思います。お疲れ様でした